はい、皆さん、こんにちは。ノットでございます。ということで、今回もですね、パルケやっていきたいと思います。今回でパート8ということでやっていくんですけども、まあ、じゃあちょっと前回の話の前にさ、めちゃくちゃ関係話をちょっと一つさせていただきたいんですけど、なんか、空腹時にさ、お腹鳴ることって多分皆さんあると思うんですけど、俺空腹時にお腹鳴るんじゃなくて、食べた後にめちゃくちゃお腹鳴り出すんだけどさ、こういう人っているのかな？で、いつも動画撮るときとか、一応食う前に、撮影してるんだけども、ちょっと今結構押してるというか、まあ何本か撮らないといけないのがあるので、今撮ってるというか、飯食った直後にやってて、だからお腹がめちゃくちゃ鳴ると思うんですけど、鳴らないように一応ね、工夫はしてるんだけども、ちょっと入ってしまったら申し訳ないというところをね、先にちょっと、お伝えしておこうかなというふうに思います。だからいつも食ってから1、2時間ぐらい、間開けて、撮ってるんですけど、それかあんまり食わないか、でもとにかくなるんだよね、お腹。なんでかわかんない、消化してんのかなみたいな、その音がめちゃくちゃ入る時がある。あるのよ、本当に。だから鳴ってたら申し訳ない。はい、ということで前回の話なんだけど、なんだっけ、ドリームなんちゃらっていうさ、キャバクラが、まあ、警察が入り込んでなんか摘発したのかな、まあ、なんかの容疑をかけられたというか、まあそういうことで踏み入ったんすよね。アクさんと、なんだっけ。まひろさんだっけ。もう一人の方の名字結構難しいのでちょっと覚えてないんだけど、まあ女性の刑事さんが入って、まあなんとかなったみたいだし、あと証拠のものを、なんか、押収して、まあそれを調べてくれないか、みたいな。BMI に関することについては、主人公がね、前にそういうのに携わっていたって言ったから、なんか、まあ、恥を忍んで頼むってことで、まあ、その、機械面のことをいじくって、まあ、情報を得たというか、まあ、そんな感じに、まあ、いじいじしてたわけよ。まあ、そこに同席したのが翼さんでもあった。まあ、それはなんでかっていうと、もしかしたら翼さんの記憶の一つかもしれないからということで、BMI を装着して、まあ、記憶の一辺を手に入れたみたいな感じでございます。まあ、それを、まあ、必要としてる記憶の一つではないんだけども、まあ、大切なものだから、まあ、なんつうの、覚えたりとか、手に入れられてよかったね、みたいな話をしてて。あとね、めちゃくちゃ笑顔だったんよね。それが可愛かった。本当にこの笑顔を守りたいと思いましたと。そんなね、話なので、よかったら前回見てくださいということで、音声リピートしていきたいと思います。じゃあ行きましょう。なんかあやさんが上機嫌ということでやっていきますか。上梁樹の枝葉をリース帯にワイダーでくくりつけていく。リース帯を隠し尽くし、緑色の輪っかを作ったら、そこに飾り付けをする。リボンや木の実、ブリザードとフラワーなんかを飾り付けたりも、見る間に見事なクリスマスリースが完成。熊堂さんは、あなたマジで、この一連の作業を手早く行っていた。こんなもんかな？うまいものですね。熊堂さんによって、飾り付けられたそれは、男の俺から見ても可愛らしいリースだ。長年やってりゃこれくらいはね。あれだよね、なんか輪っかみたいな感じで、なんかドアとかにかけたりするやつだよね。どうもりで知った。ちなみにこういう小物系じゃない大きなもみの木は取り扱ってないんですか？持って帰るのも大変だからね。車でホームセンターに行く人が多いんじゃない？もちろん相談されれば応じるけど、それに今後はそういう本物も減っていくかもしれない。どうしてです？ BMI ってさ、信号を送って AR デバイスとしても利用されてるじゃん。しかも超リアルだったら本物を飾らなくてもデータで演出すればいいと思わない？それはまあ、前日のキャバクラドリームダイブがいい例だ。いろんな使い方がどんどん開発されている。街の装飾もクリスマスツリーもデータ上で作ってしまう。実際に装飾する必要はなく、場所を取ることもない。
確かに便利ではありますが、本物を飾った方が風情があると思います。私も本物が消えてなくなるとまでは思わないよ。少なくなるだろうって話な。でもそういう選択もこれから増えるんじゃないかってこと。実際案内の看板とかお店のメニューとかデータ対応に切り替えるところも増えてる。いろんな写真を使ったり多言語に対応するならデータの方が都合がいいわけ。とはいえそのデータを作るのは居酒屋のスタッフではないはずだ。外部に委託するはず。つまり個別に対応した BMI データの制作サービス。今後の息吹としてもリカリングビジネスは必須で。リカーリングか。いや外に出た俺が口を挟むことではないか。それにこれくらいのことはきっと気づいてるはずだ。こういうことは普通に一般社会で育った人の方が思いつきやすいだろうから。言われてみれば BMI を装着したまま歩いてる人も見かけますね。あれは案内の看板だったのか。それもあるけど若い子の場合は自撮りじゃないかな。自撮り？自分視点撮影、通称自撮り。 BMI をつけっぱなしにしてれば目の前で何かあった瞬間を記録できるわけ。ああなるほど、それで SNS に上げてバズろうって感じか。そういう映像があると注目を集めたり話題の中心になれるからね。アクさんも言っていたな。他の人間との違いを出したくて目立とうとするやつも多い。自撮りもそういう流れの一つだろう。そんな話をしながらも熊堂様は手を止めない。手早くクリスマス用の飾りを完成させていく。いろいろ作るんですね。リースだけじゃない。ガラスの瓶にクリスマス用の植物を入れてオイルに浸した植物標本、いわゆるハーバリウムなんかもクリスマスのインテリアとして作っているらしい。リースはお店の飾り、ハーバリウムはお土産やプレゼントとして売れるんだよ。この時期可愛らしいのがナウイ、キャワワな女の子も喜ぶ。そう考えるおじさんたちには特に。実際喜ばれるんですか？やっぱ送る人次第じゃない？世知辛い話だな。そういえば今年はどうするの？リノちゃん。何がですか？同じように作業をしていた茨城さんがギョトンとした顔でこちらを見た。ほら今年の24日はちょうど定休日。デートとかしないの？する相手がいませんし。いやでもほら今年は伊吹くんがいるからさ。まあ確かに。てかあんまり気にしてなかったけど季節冬なんだね。続けて冬か。だから水着が見れねえんだよな。温室プールありませんか近くに。はあ、いるから何ですか？うわ冷たい反応。一緒に暮らしてるんだよね。ただのルームシェアですし。若い男女が一つ屋根の下、何も起きないはずはなく。起きないんだよな。一応言っとくけど別にからかいたいわけじゃないよ。リノちゃんはいつも真面目に働いてくれてるから私としては感謝してる。でもたまには羽を伸ばして休んだら？お気持ちだけはありがたく。私そういうイベントに興味ないですし、人混みとか苦手ですし。デートに限った話じゃなくってさ、友人同士とか身内で集まって騒ぐとか。鍋やろ鍋。騒ぐって言っても別にウェイウェイするって意味じゃなく、そうだな。ウェイウェイ。奮発して普段は食べないような豪華な料理をケータリングとか。楽しみ方は人それぞれだと思うんだよね。それくらいなら
今年はいぶきくんもいるんだから、りのちゃんなりの楽しみ方をしてみるのもいいんじゃない？っていぶきくんはクリスマスどうしてるのか無視してるけど、気にしないでください。そのイメージ通りに特に予定はありませんから。あの部屋ではクリスマスや正月、ゴールデンウィークやお盆なんかは仕事が減る、それだけの時期だった。もちろん知識としては理解している。家族で楽しんだり、恋人同士で楽しんだり、どこかに遠出したり、とはいえ自分とは無関係だと思い込んでいた。クリスマス、いぶきくんは興味ある人？はい、それなりに。その手のイベントには参加したことがないので、どんなものなのかと。なら私と一緒に行く？熊堂さんには予定があるんですか？大した話じゃない、アットホームなやつ。兄貴のご家庭にお呼ばれしてるんだよね。え、お兄さんがいんのか。へえ。おいっ子もめいっ子も店長に会いたがってて、連れて行く約束しちゃってさ。二人も一緒に行く？お気持ちはありがたいんですが、さすがにそれは慎んで遠慮させてもらいます。すみません。同じくお気持ちだけだよね。知らない人だらけのパーティーとか居心地悪いよね。でも気が変わったらいつでも言って。兄貴の家はそういうの本当に気にしないから。とにかくさ、クリスマスを気軽に楽しむ方法があるんじゃないかって話。クリスマスか、年に一回のイベント。うと先日の橋姫さんの言葉が頭をよぎった。人生なんていつ何時何が起こるかわからないんだしさ。でも思うんだ、楽しむことは重要だって。一瞬一瞬大事にな。その通りだと改めて思った。来年のクリスマスがどうなっているかなんて誰にもわからないんだ。だったら何か考えてみるのも悪くはないかもしれない。仕事を終えた俺たちは寄り道せずに帰路に着く。そもそも深夜なので寄る場所もない。店も閉まり、人気も消えつつある深夜の繁華街も二人で並んで歩く。いぶきくん、本当に興味あるの？クリスマスとか。茨城さんがふとつぶやいた。興味はある。茨城さんはないと言ってたか。それは、前に酔っ払って昔のことを話したよね。この時期は条件のいいサンタのバイトを探してばっかりだったから。子供が一人でその日暮らすので精一杯。寝てる間にサンタが来てくれるなんて夢を見てる暇もないか。もしかして嫌いなのか。別に、自分が楽しんでないからってクリスマス自体を恨むわけじゃない。あ、でも浮かれた人混みは好きじゃないけどね。だと思った。そういうのにが苦手そうなのは短い付き合いの中でも伝わってきた。そうさらっと反応されるとそれはそれでイラッとする。理不尽な。でもそうか、クリスマスそのものが嫌いってわけじゃないのか。なら一度楽しんでみないか。一応確認しておきたいんだけど、それって同情？足を止めて真面目な表情で俺に問いかけてくる。ああ、質問の意味が理解できず思考が一瞬停止する。そんな俺を見て茨城さんは盛大なため息を吐いた。いや、ごめん、私の邪推だった。
俺はまだ何も言ってないが。今の顔で全部わかった。どんな顔してた？間抜けな顔。ポカンって擬音が似合う顔は他にないくらい。茨城さんが呆れるくらい間抜けな顔。一体どんな顔だったんだろう。鏡がないのが惜しい。もし茨城さんが DMI をつけていたら、間抜けな顔を自分でも確認できたのに。ああ、なるほど。だから千鳥が流行っているのか。とにかく、俺が楽しんでみたいんだ。俺のわがままに付き合ってもらえたら、俺が嬉しい。一人で騒ぐのは寂しいから。そ、わかった。付き合ってあげる。ま？ありがとうございます。嘘。ごめん。正直言うと、私も興味がないわけじゃない。ちょっとやってみたいかも。そう言ってくれるなら、俺としても気が楽だ。でも大勢で騒ぐのはあんまり。その心配は必要ない。そもそも俺が大人数のパーティーを開けるような顔の広い男に見えるか？全く見えない。だから安心してくれ。ドヤ顔で何を言ってるんだか。自信満々に答えた俺に茨城さんは呆れながら笑った。かく言う私も人のこと言える立場じゃないんだけど、とりあえず今年のクリスマスは俺に付き合ってくれるのか？いやいやや、られたわ。その運が可愛いわ。小さくなずく茨城さんは、どこか恥ずかしそうに。でも、その口元には小さな笑みが浮かんで見えたわ。で、具体的には何をするの？まだ何も。熊田さんとの話から思いついて言ってるだけだ。そもそも俺もクリスマスの楽しみ方がわからない。クリスマスといえば茨城さんは何だと思う？恋人同士がイチャイチャする。独り身には肩身の狭い日。それだと恋人同士のクリスマスを演出したいという話にならないか？え？違う。そんなつもりで言ってない。 あくまで一般的なイメージだし。ならクリスマスといえば他には？サンタクロース、あとケーキとかチキンとか。ケーキにチキンか。我ながら子供っぽい気もするけど。いいと思うぞ。定番は大事だ。熊堂さんが言ってたみたいにケータリングでもいいか？私は別にこだわりがあるわけじゃないから、細かいことは任せていい。派手な催しとかじゃないなら後から文句を言ったりもしない。わかった。言い出したのは俺だからな。考えておく。何か思いつくことがあったらまた教えてくれ。わかった。茨城さんと並んで歩く。それは先ほどと変わらない。違うのは隣を歩く彼女の足取りがいつの間にか弾むようになっていたことだった。疲れた。部屋か？何気に初めて来たね。なんかモノクロというかそんな感じになってる。ツートンカラー。熊のぬいぐるみでかいね。かわいい。あ、椅子に座ってるっぽいね。シャワーも浴びて寝る準備を整えた。あとはベッドで寝るだけ。早めに寝ないと疲れが溜まって困るのは私も同じだし、できるだけ私は早く寝る。そして翼さんは昼間にゆっくり起きて、
なるべく睡眠時間を確保する。それが二人で決めたことだ。だから私も早く寝ないといけないのに。いつもならもう眠くなってる頃なのに。眠気が来ない。サンタクロースに期待する子供じゃないってのに何やってんだか。軽いため息を漏らす。それでもやっぱりクリスマスのことを考えてしまう。ケーキは定番のイチゴの乗ったケーキがいい。チキンに関しては選択肢がいろいろあるけど、個人的には美味しければ文句がない。あとはクリスマスと言ったらプレゼント。そうだ、プレゼント。いぶきくんもサンタを信じてるわけじゃないだろう。正確な年齢は知らないけど、そんな年でもなし。プレゼント交換とかするのかな。準備はしておいた方がいいかな。楽しむって言っちゃったわけだし。男の人にプレゼントって何を買えばいいわけ。そもそも誰かにプレゼントを送ったこともない。プレゼントなんかさらに眠れなくなってきたんだけど、どうしよう。こういうことで回復してんだな。一日やっぱりのちゃんのが寝る時間は多いんだよね。だって翼さんは多分起きてからずっと起きてるだろうからね。昼寝しなければ、まあそれでその体の体調管理整えてんだろうな。うん、やっぱりね、リセットされるわけじゃないからね、この肉体的な疲れは。夜であるニロちゃんが寝ると。パルケ、俺めっちゃこれ気に入ってるわ。この入れ替わり瞬間月。翌朝、俺は木戸さんが起きてくる前に三好さんに連絡を取った。その後おかわりはありませんか。特に助けを求めるようなことはない。それならいいんですが、以前は警察から連絡があるかもしれないから口裏を合わせてほしいと言われたので。あの時も言ったが、別に悪事を働いたわけじゃない。だとしても心臓に悪いです。いつ連絡が来るかと私までビクビクさせられたんですから。悪かった。それで実際に連絡はあったか。いえ、今のところは。もし警察が確認をした時、俺を証明してくれる人として三好さんに頼んでいたのだが、さすがにいちいち俺のことまで調べるほど警察も暇ではないか。本当に大丈夫なんですね。心配はいらない。いろいろあったが外での暮らしを満喫してる。でしたら何よりです。そうだ、念のためですが年末年始にこちらに戻る予定はないと思うが、どうしてだ。いえ、年末年始は仕事も休みですから、一度親に顔を見せに帰ろうかと。連絡が取れないということはないと思いますが、迅速な対応ができなくなる可能性もあります。ああ、俺のことなら気にしなくていい。こっちで過ごせると思う。ヨシさんも休んでくれ。というか、そもそも俺はもう上司じゃないからな。それはそうなんですが、なんかもう保護者みたいな気分で気になるんですよね。まあまあ俺と三好さんの関係を一言で表すなら、保護者とか後見人とか、そこら辺が一番近いかもしれん。あ、一つよろしいですか。いただいた連絡で恐縮ですが、以前におっしゃっていた研究を調べる件です。ああ。一応売られてきた経緯をたどったんですが。何か分かったか。多少であれば。もともとは木戸翼という人物が人格の移植を研究していたようです。それが天才を人工的に生み出す研究に流用された。木戸さんは本当にすごい人なんだな。第三者の口から聞くと改めてそう思う。ただ
体的な詳細については分からず。やっぱ主人公のと木戸さんが関係はあるんだよね。何せ研究はすでに凍結といいますか、破棄されています。でなければ俺という存在が売れられたりもしないだろう。その破棄された理由というのは、研究者たちが失踪したようで、研究成果が流出したのも管理していた研究者がいなくなったことが原因ですね。どういうことだ。詳細については分かりませんでした。ただ失踪した研究者のうち一人は死んだことが確認されているようです。死んだのか。それってもしかして全員。分かりません。死亡が確認された一人以外は行方不明扱いのままです。何があったのかはおそらく警察でも把握できていないと思います。なんか普通に怖くなってきたな。そうか。先ほどの木戸翼という研究者もすでに死亡しています。あ、こちらは怪しいことではなく、原因は病気だとはっきりしています。とはいえ完全に行き詰まりました。申し訳ありません。いや十分だ。謝るようなことじゃない。そもそも好意で手伝ってもらっていることだ。どういう結果であれ責めることはできない。それどころか予想以上だ。ありがとう。いえ、それほどでは。どうします？もう少し調べますか？ただ正直なところ、これ以上の進展があるかどうかは微妙なところですが。そうだろうな。いや、十分だ。もともと何か特別な理由があったわけじゃない。自分の羊がもう少し詳しく分かれば、という好奇心だ。そこまで必死になってるわけじゃないんだ。本当にありがとう。お役に立てたなら何よりです。他に何かありますか？ああ、これはちなみに聞くだけなんだが、ヨシさんはクリスマスといえば何を思い浮かべる？シャンパン？なんで即答で酒なんだ。聞かなきゃよかった。ストロングマックスとか言わなくてよかったな。三好さんとの通話を終え、百均で買ったグラスにお茶を注ぐ。はあ、温まる。にしても今日はいつもより遅いな。それなのに時間が経ったはずだが、木戸さんが降りてくる気配はまだない。何かあったんだろうか。いや、そんな日があっても不思議はないか。なるほどね。これリノちゃんが寝るの遅くなると木戸さんの起きる時間が影響してくるんだ。てかさっき言ってた通りか。いるわ。木戸さんがカフェでバイト、夜は茨城さんが花屋でバイト。体力が必要になる部分も多い。時にはこんな風にゆっくりする日があっても不思議はない。もう少し様子を見て、それでも気配がなければノックしてみるか。ひとまず、このお茶をゆっくり飲み終えるくらいは。そうしていると、2階から物音が聞こえてきた。寝ていただけのようだ。ソファーに深く腰掛けたまま、木戸さんが降りてくるのを待った。おはよう。おはよう。眠気を噛み殺す木戸さんと朝の挨拶を交わす。随分眠そうだな。大丈夫か？体調に問題はないよ。まだちょっと眠いだけ。茨城さんはいつも通りの時間に部屋に戻ったはずだが。ああ、うん。それはそうなんだけどね。少し困ったように木戸さんは視線をそらした。そして人差し指で顎をなぞりながら軽く笑った。戻ったからといってすぐに眠れたかどうかは別問題。ま、女
女の子にはいろいろと考えることがあるってこと。そういうものか。そういうものだよ。リノ君から聞いた。クリスマスパーティーをするんだって。そんな大層なものじゃないか。ささやかなものでもパーティーはパーティーだ。そうだな、うん、こういうのはパーティーだと意識することが重要なのかもしれない。木戸さんはどうする？どうすると聞かれても僕は参加できないよ。分かってるだろ。茨城さんが体を使用している時、木戸さんは眠りについている。何人で集まることができなくてもクリスマスを楽しめないわけじゃない。そりゃあまあそうだけど、木戸さんが動ける昼のうちに何かするなら付き合うぞ。何か希望はないのか？希望は一瞬何かを考えた様子だが、すぐに結論が出たらしい。笑いながら首をゆっくり横に振る。特にない。リノ君と楽しんでもらえればそれで。リノ君は素直じゃないところもあるけど、あれで結構楽しみにしてるから。分かってるつもりだ。もしかしたら本人としては隠していたのかもしれない。隠しきれない期待が足取りや表情に溢れていた。それくらいのことは俺でも読み取れる。先に僕と楽しんだら、いぶきくんの中で新鮮味も薄れるだろ。僕としてはりのくんの期待を優先してほしい。もし手伝いが必要なら言ってくれ。僕にできることなら協力する。ありがとう。あ、それからさっきのりのくんが楽しみにしてるって教えたことは内緒ね。僕の口から伝えるのはマナー違反だって分かってる。でも伝えておきたかった。伝えておくべきだと思ったんだ。分かってる。ちゃんと気合を入れて頑張るつもりだ。そもそもクリスマスを楽しみたいのは俺だからな。そっか。とりあえず美味しいケーキ屋を教えてほしい。やっぱりケーキは必須だからな。ケーキか。評判のお店となると予約はすでに締め切られてるだろうね。やっぱブッシュドノエル頼むんかな。あ、でもショートケーキのイチゴがいいみたいな話をしていたな。そうなのか。当日に買えるものじゃないのか。しまったな、甘く見すぎてた。もちろんお店による。こだわらなければコンビニでも買えると思うけど、形から入ることも重要だしね。特に今回みたいな場合。俺もそう思う。ちょっと調べてみるよ。あ、翼さん、こんにちは。いつかの女の子、気になってたんだよね、本当に。あれ、髪の色似てるな。店を訪れるとマスターの他にお客さんが一人いた。ニカ君、久しぶりだね。はい、あの二人組との一件以来近づかないようにしてたんですけど、解決したって連絡をもらったから。先に着替えてくるよ。お客さんが来たらすぐに対応できるように。ああ、そうですね、わかりました。って、あれ、ちょもいお兄さん。ちょろくてキモいでちょもいね。その呼び方をやめてくれ。ニカ君だよな。え、なんでうちの名前知ってるの？ストーカー？突然名前を呼ばれたからか、警戒するように俺から距離を取った。待て、違うから。さっきも木戸さんがそう呼んでいたじゃないか。だからむしろ名字を知らない。てかお兄さん、翼さんと一緒にいるけど。うちじゃなくて翼さんのストーカー？ストーカーにした思いしか
思えないくらい俺は怪しいか。いや、確かに怪しく見えるかもしれないな。だがストーカーじゃない、本当だ。なんで一緒にいるの？あの時助けてもらった縁で、いろいろあったんだ。木戸さんだって俺をそんな目で見てなかったはずだ。確かに、なら安全か。あの日は本当にありがとう。いいよ全然、もう終わったことなんだから。自己紹介もまだだったな。俺は伊吹かなとだ。うちは金平ニカっす、よろしく。金平ニカ、何気に結構序盤に会った女の子なのにこうやってフルネーム聞くの初めてっていうね。まあ登場久々だからな。お前らなんだか随分仲がいいな。一体どういう関係なんだ？ね、金平さんが突然悪い笑みを浮かべた。そしてそっと俺に体を寄せてくる。え、なぜ？なに、うちらのただならぬ関係が気になっちゃう？ただならぬか？そんな、ニカちゃんが、ニカちゃんとただならぬかっけ？マスター、この反応もしかして、あ、何の話だ？ああ、こそちょっと辛かせや。俺が直々に責任の取り方ってもんを教えてやっからよ。やっぱ不良だな、この人。とりあえず小指出せや。氷水で冷やして感覚をなくすくらいは認めてやる。あと止血の紐もな。不良ではなく極道。安心しろ、こんなこともあろうかと、包丁の切れ味はいつでも抜群だ。何を想定して切れ味抜群なんだ。怖すぎるだろこのカフェ。その体に直接教えてやんよ。がダメだ、これ俺の言葉が届いていない。これが死か。覚悟したその時だ、マスターの背後に金平さんが立ち、さすがに刃物は危ないっての。アタック！ツッコミを入れるように暴走したマスターは金平さんが叩いた。何をする？切れすぎ。この程度の冗談でマジにならないでよババ。パハだって、ただならぬ関係って言うから。だから冗談だってば。本当にもうさ、もう少し冷静になってよ。俺はただニカちゃんのことが心配で。ニカちゃん、あれ、翼さんから聞いてない？うちのパパです。金平11だ、どうぞよろしく。さ、名前聞いてなかったわ。パパ、親子なんか文句あっか？いえ、文句なんて全然。正直似てないな、親子だと思う。想像もしてなかった。で、お前ニカちゃんとどういう関係だ？以前に一度会ったことがあるだけなんですが、その際金平さんに助けてもらいました。行きがかり上放っておくわけにはいかなくなって。恩人です、それだけです。うん、それだけ。なんだ、人助けか。ナンパにでも引っかかったのかと心配したぞ。パパは思い込みが激しすぎる。そう仕向けたのは金平さんだけどな。まさかここまで切れるとは思ってなくて、ごめんね。
本当に殺されるかと思った。だからごめんって。でもさ、お兄さんがナンパなんてできるわけないじゃん。見るからにちょもいのに。そもそもちょもいってなんだ。二人だけの合言葉か。ぶっ殺すぞ。ちょろくてキモいってこと。ちょろくてキモいだってよ。パパは普通にキモいけどね。ニカちゃん、いちいちぶっ殺すとか言うところが特に。めちゃくちゃ印象変わったな、今回でマスターの。親バカなんだ。あ、娘が大事なんだろうな。可愛いマラ娘を心配するのは親として普通だ。いきなり円骨目迫る親は普通じゃない。なんだか随分と賑やかだね。ちょっとからかっただけなのにパパがヒートアップしちゃって。可愛い娘を愛しているからこそだ。だからそれがキモいの。なんてことを言いつつも心底や嫌っている様子じゃない。溺愛されてるのが恥ずかしいだけ。そんな風に見えた。これはこれで家族のコミュニケーションであり、結構仲がいいのだろう。まあまあ落ち着いて。何か飲み物でもいかがですか、お客様。間に張った木戸さんが二人を落ち着かせる。じゃあ、カフェラテください。はい、かしこまりました。マスター、カフェラテ一つ。わかった。オーダーを受け取ったマスターがカフェラテの準備を始める。風邪とかひいてない？はい、元気っす。むしろ家に引きこもってた分前より元気。翼さんの方はどうですか？特に変わりはないよ。あの二人組の件は解決したって連絡をもらいましたけど。たまたまの成り行きで運よく解決してもらうことができたんだ。何か特別な苦労があったわけでもない。でも本当に助かりました。絡まれる心配がなくなって。部屋でおとなしくしてるってのは暇で暇で。金平さんはアクティブなんだな。スポーツとかは苦手だけどね。何もせずに過ごすのも苦手なんだよね。そうだ、またいろいろ集めておいたよ、翼さん。金平さんがいくつものキューブメモリーを取り出した。しかも結構な数がある。ありがとう。代金は後でいいかな。財布はロッカーだから。うん、気にしないでいいよ。これは何の記憶なんだ。いろいろ珍しいのだったり面白そうだったり、あとうさんくさいのとか。うさんくさい？たまにあるんだよ。これを移植したら丸々できますみたいなのが。あ？具体的にはどういうのがあるんだ？よく眠れますとか、巨乳になれますとか、痩せられますとか。巨乳になるか。確かにうさんくさいな。だが絶対にありえないとも言い切れないかもしれない。いや、巨乳やダイエットなんかは怪しいが、移植した記憶の影響を受けて脳内ホルモンに変化を促すとか、通常でも起こり得ることがあれば BMI で再現することも可能ではある。ほら、うちもそういうのを売ってたから。同業者ってほどでもないけど、知り合いのつてでいろいろ探したりしてるわけ。試せば一つくらいは移植できるんじゃないかっていろいろ探してるんだって。それは、うん、まあそういうことだよ。まあそんな中から自分の記憶があるかもしれないってことなんだよな、本当は。木戸さんの意図というか目的が理解できた。おそらく自分の記憶に関わるものを探しているんだろう。そういえばお兄さんも BMI が使えないんだっけ。残念ながらな。珍しい体質だよね。もしかして二人って実は兄弟とか。
いや、ただの偶然だよ。だよね、全然似てないし。でもすごい偶然。木戸さん、偶然は木戸さんだけじゃない。金平さんとこんな風に再会できるとは思ってなかった。だね。あ、ニカでいいよ。名字で呼ばれるの慣れてないからさ。ニカさん。別に呼び捨てでもいいよ。そうやって微妙に遠慮してるところがキモいんだよ。なら、ニカ、さん。またさんをつける。そんな恥ずかしがらなくても。いや、恥ずかしいとかではなくて、無理だ。お待たせしました。カヘラテです。怖い人が俺の小指を狙ってる。はあ、これさえなければ料理上手ないいパパなのに、なんでこんなに残念なパパなんだろう。そこまでしみじみ言われるとさすがに傷つくぞ。笑い事じゃないですってば、翼さん。すまない、微笑ましくてつい。家でもずっとこんな感じなの？そうだよ、だからマジ疲れる。この前も友達とクリスマスパーティーをするって言ったら大騒ぎしたんだから。その友達ってのは男か男なのかってさ、目に浮かぶよその光景。まあ今の表情とかをしてたんだろうね。で、小指狙ってるってわけか。小指狙ってるってやばいな。だから笑い事じゃないんだってば。で、そうだ、クリスマスのケーキだけど、残念ながらどこも予約を打ち切っているみたいだ。クリスマスのケーキ？急にいつようになって探しているんだが、時期が時期だから。ああ、もうすぐだもんね。美味しいお店を知らない。美味しい上にまだ予約を受け付けてくれそうな店。どうだろう、翼さんも知らないお店となると、マスターは知りませんか？うまいだけならともかく、まだ予約可能となると難しそうだな。あらかじめ無茶なく作れる個数分だけで予約の追加なんてしてない店ばかりだろうし。あ、パパがいる。さっきからいるだろう。じゃなくて、パパなら美味しいケーキを作れるじゃん。マスターが？マスターが、うん、昔作ってくれたよね、めっちゃ美味しかった。あの頃は店で出すことも考えていろいろ研究してたんだ。だが基本的にキッチン作業は俺一人だからな。いろんな意味でコスパが悪い。結局メニューに採用することもなかった。この店の設備ならケーキを焼くこともできるか。マスターが作るなら味も間違いないでしょうね。まあな、誰かに味わってもらうものに妥協したりしない。わかります、この店のメニューからそのこだわりが伝わってきますから。ケーキにしてもそこらの店に負けないくらい美味しいんでしょうね。まあな、そんじょそこらの中途半端な店には負けるつもりはない。マスターのケーキがあればクリスマスはとても楽しいものになるでしょうね。はあな、少なくともがっかりさせない自信はあるな。こだわり抜いたマスターの美味しいケーキを一度でいいから食べてみたいものです。そこまで言われちゃ悪い気はしないな。それならマスター。だが断る。マスター、ケーキ作りは面倒なんだよ。性に合わないというか、そもそも
俺が作る理由がない。それはそうなんですか。パパのケチ。うちもパパのケーキ食べたかったな。パーティーに持って行ったら盛り上がるのにな。任せろ、パパが腕によりをかけて作ってやれ。娘がいれば解決だな、この人。なんて早い手のひら返しなんだ。手首にモーターでも仕込んでるんじゃない。うるせえぞ。というかだな、なんでうまいケーキにこだわるんだ。クリスマスパーティーをしようと考えたからですか。それは分かってる。だが優先すべきは味より特別を感じられることじゃないのか。例えば自分で作るとか。自作ですか。確かにそういう選択肢もありかもしれない。でも作り方を知りません。そんなもんレシピを移植すれば一発だ。ケーキ作りなんて一般的な記憶どこでも売ってるぞ。俺はBMI を使えないんです。使えないって、お前も。体質的な問題がありまして。そうなるとやっぱり店で買うしかないな。え、パパが教えてあげればよくない。そうなるとやっぱり店で買うしかないな。いや聞こえてんでしょ、何娘の声を無視してんの。人に教えるのは自分で作るよりもさらに面倒なんだよ。パパが言ったんじゃん、自分で作ればって。ヤブヘビだったと後悔してる。うちもパパのケーキ食べたいし。ねえパパ、パパカラトくんも言うのやばくない？バーバー、うぜえな。おい、つかお前らのパパじゃねえ。いい年した男からパパとか呼ばれると気持ち悪い。そうですか。そんなに嫌がれるなら仕方ないですね。無理なお願いをしてるのは俺の方ですから。楽しみにしていたクリスマスなんですが、仕方ないですよね。捨て猫に傘を差し出したはずの優しいマスターが嫌だと言うんだから仕方ないですよね。情に熱い男だと言っていたあのマスターが嫌だと言うんだから仕方ないですよね。すさまじい闇だな。それくらいケーキは必要なんです。教えてくれませんか。お願いします。わかったよ、教えりゃいいんだろ。ニカちゃんのを作るついでだ。ありがとうございますマスター。ただ言っとくぞ、こんな面倒なことをするのは今回だけだからな。はい。よかったね、これでなんとかなりそうだ。それでなんだか、木戸さんも手伝ってくれないか。僕も。準備に関しては茨城さんと行う予定はない。楽しみを暗言させる気配も心配もない。だからもし面倒でなければ付き合ってほしい。付き合ってもらえると俺が嬉しいんだが。わかった、いいよ、付き合わせてもらう。ほんの少し考えつつも木戸さんはすぐに笑った。仕方ないというように、そしてどこか嬉しそうに。ううん、ぜひやらせてほしい、よろしくお願いします。こちらこそよろしく頼む。ニガさんもありがとう。いいよそんなの。それよりうちのパパがキモくてごめんね。問題ない、キモいをかけてケーキも教わることができるんだから。
にこやかな会話のふりして、ただ俺をけなしたいだけだろお前ら。そんなつもりではないです。ミカちゃんがいなかったら躊躇なく断ってたのに。一応言っておくが、今からすぐというのは無理だぞ。準備が必要だ。分かってます。それと俺が作れるケーキは基本的なやつだけだ。むしろ定番なのをお願いします。なら、イチゴのやつでいいか。おお、喜ぶぞ。逆に俺が用意すべきことはありますか？特にない。いちいち指示するのも面倒だからな。俺が準備しておく。あるとしたら、そうだな、重労働になる覚悟はしておけ。ケーキを自分たちで作る、そちらの方が俺たちには合っているように思えた。準備段階から気合を入れる方がより楽しめる。一緒に参加することはできなくても、これなら木戸さんもクリスマスを楽しめるかも。幸い木戸さんも乗り気のようだ。当日に向けて頑張ろう。パルケ、はい、ということで今回ここまでにしたいなというふうに思います。だいたい夜昼に切り替わったら終わるって感じかな、その動画ね。まあ1時間ぐらいになっちゃうけど、そうするとそうすると1時間ぐらいになっちゃう。おー、これ作ったやつかな。あ、こんなんあったっけ、最初さっき。でも秋っぽいな。リース、これがリースだよね。あれ、こんなんあったっけ、全然覚えてねえんだけど。でもなんか見覚えがないからなかったのかな、前までは。どうでした？ありました？ちょっと前のことなんだけど、全然忘れちゃってるわ。はい、ということで、今回は、まあ、ここまでしたいんですけども、まあ、クリスマスパーティーをするということになりました。まあ、それもね、あやさんの提案から始まったわけでございますけども、まあ、本当にいいことを言ってくれたなと。なんなら、ニノちゃんも楽しみにしてくれてるのがね、ちょっと嬉しいなとは思いますよね。はい。興味がないとは言ってた。いや、興味があるのか。で、まあ、二人でクリスマスパーティーを開くということで。でね、木戸さんっていうか、翼さんもね、参加したいけど、まあ、それが無理だからこそ、まあ、ケーキ作りに携わってくれたら、もしかしたら、りのちゃんも喜ぶんじゃないかなとか、まあ、木戸さんも、翼さんも楽しんでもらえるんじゃないかなっていうことで、まあ、かなとくんが提案したわけでございますけども、そういう気配りができるのがなんかね、すごいわ。なんか、鈍感系ではないよね。ちゃんと察せられるというか、これが恋愛感情を向けられた時にどういう風になるのか、ちょっと楽しみではある。そこで鈍感になってしまったら、まあ主人公だわなというところで、まあ収めがつくのかなとは思いますけどね。はい、ということで今回ここまでにしたいなという風に思います。チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃ。